日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。セブンイレブンで売っていた秋の味覚をお手軽にということで、オーガニックむき甘栗と有機むき甘栗を食べたいと思います。やっぱり秋の味覚代は栗が一番自分は好きなんですよね。というわけで今日の動画を最後まで見ていただければ、セブンイレブンで本当に美味しい甘栗がわかるかもしれません。もちろんあなたに合うようの農家はちょっと保証はできませんけどね。ではまずオーガニックのキヤマグリから開けてみましょうと思ったら、中からさらに細かく出てきました。3袋もあるんですね。1日1個1袋食べていくのも良さそうです。だけどこのままじゃ中に見えないなということで、はい、開けたら最後まで食べてくださいねってことなんでしょうけど、中身はこのようにちょっとぬるっとしてますね。何か溶けちゃったのかな、それとも、ま、食べてみればわかります。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。お手軽な秋の味覚を楽しめるって本当にいい社会になったとあなたも思わない？そうですね、いろいろと楽しめてホクホク、あ、そして一方はまったり甘く、もう一方は割とあっさりいただけて、うーん、甘栗と、でもモンブランペーストにしてもきっと美味しいんでしょうね。まあどちらも栗っちゃ栗です。もっといろいろアレンジして楽しんでみても面白いかもしれません。あなたはもしこの甘栗をアレンジできるとしたらどのようにしてみたいですか？コメントで教えていただけると嬉しく思いますよ。私は。それではそれぞれの味はこの後すげ。ごちそうさまでした。まずホクホク食感はどちらの甘栗もほぼ同じくらいありましたね。なので食感に関しては正直どちらを選んでもいいと思います。で、味についてなんです。こちら側の有機むき甘栗は割と甘さがあっさりしていて、パクパク食べ進めることができるような甘さ、味に仕上がっている。で、こちらのオーガニックむき甘栗もそこまで甘さが強いわけではないんですけど、有機むき甘栗に比べれば少し甘みが強くて、より美味しいかなと思いました。ちょっと、いい、お値段も結構いい部分があるので、その分甘さも強いのかもしれませんね。なので、私はもう甘さが強めのオーガニックむき甘栗の方が好みでした。ね。だから今回の代表として、5点とさせていただきます。もちろん、むき甘栗もあっさりしていて美味しいので、私は甘さがあんまりない方がという場合は、むき甘栗がおすすめですね。それでは、猫の恋、髪より長いのその期間。果たしてどのくらいあるのでしょうかね。ご視聴、それで、というわけで今日は、セブンイレブンの甘栗2種を食べ比べてみました。あなたは、もし気になったのであれば、ぜひ食べてみてくださいね。それでは、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞、終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。